日本と韓国のそれぞれの文化を通じて交流を図ろうと、ソウルで日韓交流お祭りが開かれました。ソウルのど真ん中でけん玉。日韓交流祭りは体験を重視したお祭りとなっています。イベントは去年に続き、ソウルと東京で同時に開催されました。通じる未来をテーマに、 J-POP から伝統芸能まで新旧織り交ぜた公演が行われ、ソウル市民を魅了していました。